ワットロン君、ワットロン君ンは、タイ王国、チエンラーイ県ムアンチエンラーイ郡にある、現代的で、飲酒にとらわれない様式を持った、仏教寺院。国外では、ホワイトテンプルの名でよく知られ、元画家のアーティストであるチャルムチャイコーシッピパッドが1997年にデザインした。歴史の浅い寺院であるが、チェンマイ・チェンライ館の観光バス周遊コースでは、定番のスポットになっている。 この建造物は、タイの伝統芸術と超現実主義の融合であり、本殿が白く塗られているのは、仏陀の正常さを象徴するためである。一方、建物内部に入ると壁面には、バットマン、スーパーマン、プレデター、マトリックスなど、ポップカルチャー由来のモチーフが、仏教的文脈における善悪を表現するよう、描かれている。チャルムチャイはこの寺院を、人々が、 仏陀の教えを学び瞑想する場所にしたいと考えている。最終的には3エーカーの敷地に塔や余などを含めて9つの建物を作る予定だという。2014年5月5日の午後6時8分、遅延来県メーラーオ軍を震源とした大地震が発生し、この寺院は大きなダメージを受け、無期限閉鎖となった。チャルムチャイは翌6日寺院を 丸ごと破却して再建しないつもりだと述べた。しかし7日朝、技術者の一団が現地調査を行い、寺院のすべての構造物は地震で傷ついてはいないことを確認した後、ジャルムチャイは2年のうちに寺院を元の美しい姿に再建すると発表し、自分の人生をその仕事に捧げることを約束した。また8日の午後に敷地の公開を再開するとも発表した。 ありがとうございます。